マノン・レスコーは、アベ・プレボーの長編小説で、ヒロインの名前でもある。正しい題名は、キシデ・グリューとマノン・レスコーの物語で、七巻からなる、自伝的小説集、ある貴族の階層と冒険の第七巻にあたる。1731年間。キシデ・グリューは、美少女マノンと出会い駆け落ちするが、彼女を愛した男たちは、嫉妬や彼女の欲望から破滅していき、 デグリューも巻き込まれて数々の罪を犯す。彼女はアメリカへ追放処分となり、デグリューも彼女に付き添っていくが、アメリカでも彼女を巡る事件は起き、ついにマノンは寂しい荒野で彼の腕に抱かれて死ぬ。ファム・ファタールを描いた文学作品としては最初のものと言われ、繊細な心理描写からロマン主義文学の始まりともされる。この小説をもとに数多くの舞台、 映像作品その他が作られている。以下はその代表的なものである。ありがとうございます。